置いて気づいた、うん、すごいにやけが止まんなかった。おいお前絶対はめようとしたよ。いやなんで用語あるんだろうと思って。いや気づいて別取りに行った。あはいやるよ、はい、俺らをはめようとしたの。はい、都道府県がわからない私とヨッチ、はい、そして今回初参戦のりっちゃんを含め、はい、やっていきましょう、はい、やっていきましょう。都道府県ができないとは日本人たるもの。ちなみにそのテストやった時は何個が、はい、分かんないね、ちょっとね、ヨッチよりでもひどかったと思う、うん、え、だいたい何個ぐらい、だいたい47都道府県中27半分ぐらいは合ってたと思う。ってたと思う。え、多分10個ぐらいだよね。本当にそうだよね。そうなるほど、じゃあやりましょう、やりましょうか。じゃあもう毎日やるって言ったから、うん、俺東京の5つは知らなかったから。嘘でしょ嘘でしょ。でも大丈夫、勉強したから。そう、はい、じゃあやっていきましょう。いよちょっと待って、答え書いてあるさ。これ県とかも書いた方がいい？まあそうだね。北海道、北海道地方に関しては北海道って書いちゃってるからね。カンニング絶対禁止。それは当たり前だよ。あのさ、ヨッツと私は全問正解するまで毎日やり続けるからね。そうなんだ。多分私は多分今日りっちゃん全部いける？いけると思う。嘘嘘。うわ、待って当たれた当たれた。うざ待って、これうざ。えあるあるだね。ちょっと待って、うざすぎる。何うざなの？いや、書く場所、書く場所、うざ。こうか、11が、あーんと、で、茨ってどういう字だ。俺もわからん。ひらがなで書く。あれどういう字だ、こっちはこれで。あ、わかった。ちょっと間違えちゃった、書く場所。よし、さすがに富山の位置はわかった。当たり前やろ。東京の位置わからないっていうのそういうことで。嘘でしょ、うん、分かってなかったね。信じられないよね。今ね、黙ってたけどね。本当、私も分かってなかった。マジで。まあ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 、そんなもんだよ。いやいや、ごめん、なんかごめん。なんかごめんね。そうだよね。そうだよね。ごめん。いや、なんか。いや、やっぱ一番情けないのがさ、やっぱさ、知ったかぶりだから。うん。やっぱ、知らないことも知らないのが恥っていうのを知ったもん勝ちだから、これ。じゃあ、だから俺ら毎日知れたもんね。知れたからさ、やっぱ。大人としてね。確かにね、うん、このままじゃいけないって本当に思ったよね、ね。大人として恥ずかしい。いや、本当に恥ずかしかった。やばい、ちょっと消し物、ね、完全に漢字勉強するわ。勉強することがたくさん。まあでも楽しくない？勉強って、まあ、こう新しいことを知るってさ。分かったらね。ねえねえ、中部地方ってさ、ちょっと分かんない。どういうこと？やばい。近畿地方の中部。あ、待って、分かったかもしれない。分かってきた。あ、分かった。やばい、勉強した成果が出てる。ねえ、すごい、勉強の成果出てるよ。俺集中してるから。りっちゃんに言ってた。ん？あ、よかったじゃん。待ってよ。なんか違う。早くない？全部終わったの？うん。
早っ。あ、待て待て、1個だけ書いてない。あ、忘れてた、1個。うわ、やべ、漢字わかんねえ、これ。あ、また思い出した。こうだって。あ、こうだ。あれ。いや、でもね、県庁所在地はね、結構忘れちゃってる。思い出せるところは。くじちゃん、その余裕がないから。そうだね。県庁所在地覚えられる余裕がまだない。これは同じ。あ、じゃあ、福島をいわき。うわー、わかんない、ちょっと待てな。あ、わかった。どんなもんな。あ、そうだ、都道府そっか、県庁所在地、あ、そっか、県庁所在地って県庁があるのかな。間違えたら、政令指定都市と間違えてたわ。難しくてよくわかんない。いや、そういうのがある。政令指定都市っていうのはその市なんだけど、その県ぐらいの規模感があるから、でかいから、なんかもうその県と同じレベルでなんか承認してやるよみたいな、へえみたいなのがあった、確か。さすがだね。中学受験のこれ、あれ中学受験だから。すごい。小学生の時に勉強した。すごいよ、ほんと。うわ、千葉、千葉は千葉か。あ、山梨。あんま言わないほうがいい。ん？ん？どここれ？あ、来たー。おい、びっくりした。あれさ、これ沖縄のとこさ、琉球って書いてなかった？誰？ちゃんと沖縄って書いてた？いや、わかんない。なんで難しくした？わかんない。ちょっと今思い出してしまった。うわ、どっちだ？あ、どっちだ？うわ、待って、5歳の現状。恥ずかしい。だってどっか忘れてる。待って、ここなんだっけ。やばい、わかんない、わかんない。なっちゃんは、うん、なんで学校の科目で何が一番得意だったの？音楽と体育。え、そういうの以外で。国語。現代文。現代文だけは勉強せずとも取れてた。なんか漢字もこれあの、やっぱポエマーだからね。違う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 、ポエマーだから。いや、漢字、だって私漢字現代文の特に物語全然分かんなかった。あの、よくさ、なんか分かんない、どうだろう、普通の問題だったか分かんないけど、なんかよく主人公のこの時の感情を読み取りなさいみたいな、記述しなさいみたいな問題、全然分かんなかった。気持ち全然分からんと思って。もうね、そういう件しかできなかった。説明文とかだってできんの？抜き出しなさいとか。はぁはぁはぁ。物語文全然わかんない、記述全然わかんない、気持ちがわかんなかったらしい。古文とね、漢文はね、ゼロ。難しいね。全くダメ。まああれ、暗記だから。でもほんとここを、でもほんと音楽、体育以外だと国語、プラス数はね、小3でつまずいたし。なるほど、なるほど。それ多分ない。得意な科目って あるのかな。うち得意な科目ってあったの？体育。いや、そういうので以外で、勉強で、理科。理科、うん、うわー、理科得意だったんだ。うわー、待って待って、痛い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 。わかんなすぎる。やばいやばい、1個だけわかんない、どうしよう。1個だけわかんないの、うん、ていうか完全に忘れてるってやつか。うわ、完全に忘れて、くすー。ちょっと待って、出てこねえ、くっそー。でもなっちゃん諦めてる。でも思い出さないの。ん、何、何個かわかんないの？そう、2個わかんない。あー、忘れられし件があるのね。くっそ。
忘れるってあるだって。で、どっかとこう入れ違っちゃってるとかわかる。なんか最初めっちゃ斜めってるかと思った、カメラ。なんかひょっち、あれ机が斜めってるか。え、カメラまっすぐ？大体。うわぁ、ちょっと待って、俺の中で忘れてんのなんだ。なんだ俺の中で忘れてる件。俺の中で忘れてる件なんだ。43? 一緒。いや、忘れてんのか、忘れてんのか、ちょっと逆なのか、ちょっと待って、逆っつっても1個わかんねえんだよ、だから。待って、待って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 、わかんねえ。どうしようかな。それで言ったら、そこも忘れてたら結構多分あれなやつだよ。わかった。うわぁ、リッツの今大ヒントだ。あれ、さっきの中に入ってなかったっけ、よっちが言ってたの。入ってない、入ってない、入ってないか、しか言ってなかった。あ、ね、来た。違い、逆なのかな。ここが31番もわかんない。あー、まあちょっとヒント言っちゃったら分かっちゃいそうだからね。いや、ヒントダメだよ。マジか。え、またこれが違うってこと間違ってた。違う、31。今のところ岡山2つあるね。ってことは、あー、はいはいはい、なるほどね。なるほど、はい、分かりました。間違えてる。あ、待って、これちょっと待って、いや、岡山が2つあるのおかしいだろ。だって分かんない、岡山が2つあるのおかしい。どっちだっけと思って。こいつこっちだな、多分。うわ、やべ、じゃあ46が分かんねえんだ、俺。分かんない、おい。うわ、こいつだ、こいつ、多分こいつ、俺分かんない。いやー、そっか。あー、マジで？マジで？そこわかんない。結構ね、目立つっていうかね、個性的だけどね。個性派だってよ。個性派だよ。ちょっと待って、俺に3分ぐらい。個性派だよ、そこ。個性派か。個性派だよ。だって朝から見ちゃうから。個性派か。個性派だよ。待って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 、個性派か。岡本県とかないよ。やべえ、もう作り上げてしまう、俺。岡崎市ならあるよ。川口県とかないもん。川口市はない。うわ、ちょっと待って、待って、ここでしょ。いや、やられたらってこと。赤ちゃんもね、いつもやる。確かに、あ、私がってこと。あ、やるね、やるね。じゃ、やってほしいから、やってほしい。赤ちゃんやってもらいたい。そう、無意識でやっちゃう。ドゥルンティンドゥルン。あー、でもヨッチね、なかなか頑張ってるね。おー、すごいじゃん、ヨッチ頑張ってるじゃん。いいだ、ヨッチ。ちょっと今気づいた、褒めてもらって。今気づいた、ちょっと待って、これおかしくね。あー、ぶんな。いや、あー、ぶんな。いや、負けた。あー、ぶんな。シンプルに来たね。危な。山県。そんな県ねえわ。うわ、待って、くそ、悔しい、これは。待って、絶対さ、あーってなるんだよ、これ絶対。もう絶対あーってなるやつや。絶対なるやつや、これ絶対なる。なんかそんな影薄くないもん。はいはい。うわ、わかんない。はい、じゃあ答え合わせしましょう。はい。え、交換しよう、どうする。あ、じゃあ交換しようか、じゃあ右左。あ、そうだね、あ、いいね。一回見ていい？一回見ていい？ここ。はいよ。あー！鹿児島！あー！あー！鹿児島、島ついてる。くそ、島とか言ってたから。くそ、誰マジ？くちくしょー。いや、名前結構個性的でしょ。個性的。あーね。あ、ありがとう。マジかよ、お前。答えさ、ここ見て。うん。全部。おい、マジかよ、ふざけんなよ。はい、
おぉ、いいじゃん、いいじゃん。なっちゃん、いいよ。成長が見られるでしょ。まあ、ちょっと元知らないからよく分からないけど全然ダメだったもんちなみに、茨城じゃなくて、茨城なんだそれは、ちょっと多めに見せて。群馬の群も間違ってるんだよな。これしかも東京都ついてないんだよな。厳しめな先生。いやいや、だってさ、他のやつは県だからまあいいんだよ。だって北海道はどうついててんのってなんだそれは北海道大変じゃん。で、その方いたら東京も入ってるいやいやいや、三角にしといた、とりあえず。22番なん書いてない。嘘、俺書いてない。あ、22番書いてない。え、そういえばね、私も書いてなかったの。あれ、なんでなんで。え、俺書いて…書いて、私も書いてなくて、途中で…あ、そう、書いてなくて、で、途中で最後に、なんで、なんで、そう、私も22ね、クーラーの中最初。嘘。そう、なんでか。こんなでかいのに。なんかね、多分飛ばしちゃったんだと思う。なんか、なんでだろうね。こわこわこわ。うわぁ。で、よっちもこれ三角だった。見せて、これ。え、なんでなんで。漢字が、なんか変だから。え、俺漢字書いてないよ、ほとんど。新潟の型成長した。まあ、京都も風ついてないね。あ、忘れてた。何何、間違えた。俺も逆だってこと。逆何があるの。恥ずかしい。じゃ先に取り替えて、あれってなって鳥鳥ってあれってなって、あ、鳥取だ、鳥取だってなって。錯覚するよね、でも。バツです、バツです。また間違ってるよ。バツです。いや、だから俺もそれ、だから間違えた。そう、逆だった。うわ、それはミスった。いや、これはやっちゃった。やっちゃうやつだね、これ。やっちゃったわ。うわ、恥ずかしい。いやー、でもはい、99点。うん、あ、でもなっちゃん結構合ってるよ。かなり合ってる。え、なんでなんでペケなの。沖縄、沖縄の名は字が違うよそういうことの異変だね。え、どうしますか、これ。あの、三角はどうします。三角2つで1個をペケにする。おせか、三角もペケにしよう。えいやー、1、2、東京都とかはどうしような。ちょっとな、まあ、マックスしてあげたいんだけど。いやー、ちょっとどうしようね。東京都とね、東京都とね、京都府をね、ちょっとね、どうしようかよ、迷って。いや、大阪府ついてんの。大阪府は府ついてんのに、東京都と京都府だけ書いてなかったの。42点、まあ、そこはじゃあ、そっか、おまけしてあげる。99点ってなんだなんで99点なの。40点。まあ、リッツさすがだな。いやー、鳥取はやっちまったよ。じゃあ、まあ、京都府が、東京京都はおまけしてあげる。イエーイ。1、2、3、41かー。やっぱり。でも俺、俺、でもあれだな、俺漢字の間違いなければ。あ、鹿児島だけ。鹿児島だけだ。おお。うわー、悔しい。あー、よっちゃん、明日も頑張ろうね。あー、ピッツマスタイル盛岡か。ちょっと待って、ピッツ。じゃあ、私、じゃあ、県庁所在地込みで。あ、最高。ちょっと漢字よ、漢字。漢字、俺はやばい。漢字やばいぞ、俺。はい、ということで、明日も頑張りまーす。みんな、バイバイしないの。バイバーイ。